ね、一番我々の持ってる古い品種で、伊達政宗公の重臣が片倉小次郎さんという方がお手植えになったという梨があるんですが、こんなもんなんですね。ですから戦国時代こういう梨食べてたと。でしかもあのザラザラってちょっと渋くて、どうして食べれたんだろうね。昔の人は歯が強かったのかなというぐらい、今の梨とかけ離れてるんですが、そういったものを使って、これ江戸時代に主に品種改良がされて、で今の、まあ、我々が食べてる品種の原型が出来上がっているということで、育種なしには日本梨というのは皆さん今食べられない、多分、まあ、見向きもされない果物になってたということですので、まあ、生物の適応ということと、それから人間の育種というのが上手に調和した上で今のが成り立っている。園芸作物というのが対象、果樹、野菜、花というふうなのが対象になりまして、その中で我々特にあの果物の梨の研究に力を入れております。特にあの梨の場合、あの開花というふうなところが温暖化の影響を非常に受けますので、我々の研究室では、広くそのような、開花の異常に関わる、メカニズムの解明等について研究を行っております。研究を始めましたのが1990年ぐらいなんですね。でその際あの毎年、気象観測をして、まあ、データを蓄積していったんですけれど、異常な天候だな、気象だなって感じ始めたのが90年代の終わりぐらいですかね。で2000年代に入りますと、明らかに今年の冬の調子おかしいよねっていうのがよく出てまいりまして、で当初は梨への影響っていうのはそんなになかったんですけれど、やはり2000年頃からいろんな影響が出てきたということで、その頃まあ非常に顕著になってきたというふうに感じております。とまずこの鳥取ではですね、降雪がかなり頻繁にあるんですが、溶けにくくなっ、溶けやすくなっちゃう、あの根雪になんなくなってきたねというのが一つ、それから顕著だったのがあの秋の高温なんですね。で一つは、秋になってあの落葉樹ですので、梨も葉っぱが黄色くなって、ハラハラと落ちちゃうんですけれど、その時期がだんだん遅くなってきたということがまず最初に出てまいりました。で同時に冬の間寒さが、まあ、あまり来ないということで、逆にですね、梨の開花が早まったり、あるいは冬の間に急に寒くなって、寒害、寒さの害を受けたりというようなことで、枝なんかが傷んだりというようなことが顕著になってきたというところです。冬の間に寒さを要求する量というのが品種によって違うというあたりを明確にしようということで、まあ品種ごとの低温要求性の比較をしたり、あるいはですね、冬の間に寒さが当たらないと芽が春出てこないというメカニズム、なんでこんなことが起きるんだろうねというあたりを追っかけてたということになります。ご存知のように、あの春には、ちょうどソメイヨシノ、桜が咲きますよね、日本全国で。梨の満開の時期というのはだいたいそれから1週間後ぐらいなんですね。でその時に、花を咲かせるわけなんですが、まずここで欠かせないのが人工授粉といいまして、わかりやすく言うと、実が止まるために他の品種の花粉を人間が、梨の雌しべにつけてあげるという作業をいたします。でこれはあの梨が自家孵化合成って言いまして、自分の花粉では結実できない、まあ端的に言えばあの受精しないので種ができないから途中で落っこっちゃうということで、そういう手助けをいたします。その後ですね、せっかくならせたんですが、今度はあのいい梨をならせたいということで摘果と言いまして間引きをします。それからあの品種によっては袋かけと言いまして、袋を梨にかけて病気や太陽、虫なんかから守ってやるということで大きくなっていきまして、ようやくこの9月になって収穫ということになります。でその後ですね、そのまま春になるかというとそうじゃなくて、
秋から先ほど申し上げましたように葉っぱが落ちますが、その後に剪定作業といいまして、梨の枝を整えてやる、いらない枝を切ったりとか、あるいは木の形を整えてやって、作業を良くして、あるいはお日様の当たり方をまんべんなくしてやるというような作業をして、冬の間、それでまた春を迎えるということになるわけですね。ですから、まあ一年中つきっきりで栽培しているということになります。落葉果樹の、冬の間の、眠っている状態、動物でいうと冬眠、これと同じような、ものになります。冬の間、梨等の落葉果樹の芽は、寒さ、これを、蓄積することによって、春に開花することが可能となります。ただ、昨今温暖化が進んでおりまして、暖冬の影響でなかなか低温が蓄積しにくいというふうなことで、休眠が春になっても解除されないというふうなところが、開花異常につながるというふうなことが懸念されております。植物というのは寒さにある程度慣れていくんですね。低温順化って言います。で、秋口にあったかいとそれがうまくいかないんですね。で、まあこれ動物にもあるんですが、急に寒くなると風邪をひいちゃったりするわけですけれど、それと似通った現象が植物にも起きます。で、これは分かりやすく言うと、体質が、寒さに慣れない、まあ、厳密に言うと植物の生態膜、細胞膜ですとか、そういった、分子レベルでのお話なんですが、そこの低温の、まあ、適応性というのがそがれてしまって、一挙に寒くなることで、まあ、機能不全に陥っちゃうということで、ひどい場合には枯れてしまうんですね。そういうことがございます。ですから気象変動によって秋があったかいで低温循環ができない、ところが急な寒波が来たという時は非常に危ないということになるわけです。こちらが大学の付属農場になります。ここは約5ヘクタールの広さがある圃場でして、ここ梨の遺伝資源というふうなことで、様々な品種が植えられています。品種の数で言いますと、国内外からコレクションしました約200品種以上の梨が保有されております。また歴史の古いもので言いますと、江戸時代から栽培されていたものから、今日現在我々が食べている梨まで、幅広い年月のものが、保存されております。そしてここにあるたくさんの品種の低温要求量、自発休眠が、打破されるのに必要な低温がどれくらいかという量を、さまざまな品種調査しております。その中で、既存の品種では、少ないものがこれというふうなもの、また多いものはこれというふうなものをいろいろ見つけるのと同時に、さらに育種に活用できるような、より低温要求量が少ない品種がないかなというふうな野生種の調査も行っております。またこれと同時に、有益な花粉がないかなというふうなところで、新たな受粉樹の選抜というふうなところも考慮しまして、さまざまな品種の花粉を集めて発芽率の調査も行っております。まずですね、分かりやすく自発休眠の人為的に破っちゃうという方法、これについてお話ししたいんですが、植物というのはストレス状態に置きますと、自発休眠がある程度破れるという、まあ、特殊な性質を持っているわけですね。で、そのストレスというのが何かって言いますと、例えば呼吸を阻害するような物質を投与したり、あるいは植物ホルモンといって、まあ、植物の体の成長を制御する物質があるんですが、これを投与することによって、一部休眠が破れると。で、先ほど低温要求量という、まあ量的なものがあるということをお話したんですが、そうですね、その約半分程度を、その薬剤によって、まあ、消し去ることができるというふうに、まあメカニズム的にも分かってきたということで、ある程度自発、実用性はあるんだろうなと。つまり冬寒さが足りないという時にそういったもので補ってやるということが可能だということですが、まああまりですね、化学物質を使うということ自体がよろしくないので、先ほどお話があった育種の方でなんとか改善、対処し対適応していきたいなと
というところが一つです。それからもう一つ、品種によってかなり違うというところでしたが、実は桃とかリンゴにはですね、梨よりはるかに低温要求性の低い品種があるんですね。でそういったこともあるので、当初そういった低温要求性のすごく少ない品種はないかなということで、100以上の品種を調査したんですが、残念ながらなかったということです。これは何を意味するかというと、我々の調査した範囲では育種による改善ができないということを意味するんですね。で困ったなということでいろいろ探しておりましたら、台湾に自生している梨、これが非常に低温要求性が低いということが分かりました。でそれを急遽取り寄せまして調査しましたところ、これは使えそうだねという育種素材があったわけで、そういった比較の末にですね、ようやく外来の、遺伝系統を導入することで、育種の材料が確保できたということですし、これもう一つ重要なところは、なんでそんなに低温要求性が低いんだという、学術的なですね、研究材料にもなるということで、そういったものを用いて研究を進めてきたということになります。ただこれが現在の日本梨に比べて食味がどうかというふうなところなんですが、あまり良くないというふうなことが分かっております。そこで現在ある品種になるべく味が近づけられるように、台湾梨、日本梨、これの交配を行いました。そしてその何回か日本梨の血を入れないとなかなか既存の日本梨と同じような味にならないので、現在日本梨を3回交配して最終的なゴールとなる品種、これを育成しているところです。現在日本梨を2回掛け合わされたものができております。ここまで田村先生からお話がありましたように約20年間かかっております。落葉果樹の花が咲くまでの期間というふうなもの、桃栗3年柿8年というふうな言葉がございますが梨の場合でも5年間は開花するまでに時間を要します。その中から果実、これを食べ比べてこの果実が美味しいというふうなものを選抜して、またそれに交配をするというふうなことを行っていきますので、育種には非常に長い時間を要します。そこで我々はこの育種と同時にそれを早期に選抜する DNA マーカーの開発というふうなものにも着手しております。これにより早期に有用な系統を選抜するというふうなことを行いまして、育種の効率化というふうなことに貢献したいというふうに考えております。開花期が早まりますと、通常これまではですね、非常に農家は喜んでたんですね。というのはその結果として成熟期が早まるということなんですね。そうしますといわゆる経済的には、単価が、梨の値段が上がって、農家は喜ぶというのが通例だったんですが、あまり早くなりすぎますと何が起こるかと言いますと、歴日が早いということはその分ですね、急な寒波が襲ってきやすくなるという、そういうリスクが高まります。で一つは、梨の花粉というのは、そうですね、15度 C、 これが一つの目安でして、それより気温が下がりますと、ちゃんと発芽してくれないということが起こるんですね。で先ほど申しましたように春になると、人工授粉をして人間が手助けしてやるんですが、いくら人間が花粉をあげても花粉が伸びてくれないということで結実できないということが起きます。これがまず一番大きな農家にとっての打撃ということになります。それからもう一点ですね、今度はもっと低い温度、例えば霜ですとか、あるいは雪が降ったりというようなことになりますと、今度は花粉どころか実自体が寒さによって凍え死んでしまうということが起きてしまいますので、そういった2つのリスクですね、結実しないかもしれない、あるいは直接寒さの害でやられてしまうというようなことが起きてしまいますので、これをなんとか回避する必要があると。で一つはよく外国の、そうですね、果樹園あたりの映画で果樹園の中で火を焚いてと
いうようなことがあるんですが、これ実際最近よくやるんですね。それからあのお茶畑によくあります、あの防霜ファン、霜をよけるファンで、地表のまあ冷たい空気を押しのけて上空の暖かい空気を入れ替えてやるという、まあ、そういった施設をまあ導入しているというようなところがございます。それから最後に、最初に話しましたあの花粉の問題なんですけれど、これもですね、いろんな遺伝子源を調べますと、どうも低温でも発芽できる花粉があるというのが分かってまいりました。現にあの冬に咲く果物としてあの梅がありますけれど、梅あたりの花粉は5度ぐらいでも発芽するという、そういう特性がありまして、どんどん探っていきますと梨の中にもそういった低温に、まあ、耐性の高い花粉を持っている品種もあるというのが分かってきまして、こういったものをなんとか実用化できないかという研究も進めているところです。鳥取県はよくあの20世紀梨の、有名な産地だということを言われるんですが、実は従来からのたくさん品種を導入しております。それから現在ですね、鳥取県の園芸試験場が中心になって新しい品種を作っております。でこういったものがだいぶ増えてまいりまして、主要な品種だけでだいたい10ぐらいございます。で、まあこれはあの適用ということがあるんですが、まず現段階でですね、20世紀の前とか後ろとか、あるいはあのもっともっとあの遅い時期の品種というようなことで、農家の栽培する期間が増えるような形で、しかも味がいいものを作っていこうということで、10ぐらいの品種を、手を変え品を変え作っているということですね。少し意識改革も起きつつあります。それは何かっていうと、梨っていうのがかなり、永年性、よく言いますね、あの長い半永久的に作るような、そういうイメージがあるんですが、やはりなりわいとして、作っていくということになると、品種はもちろん、いいものを作っていく、変えていくということ、それからもう一つはですね、作る地域も、例えば鳥取県もですね、今標高400メートルぐらいまでの地域に梨産地があるわけです。でそういったところで、かなり農地というのも、後継ぎさんがいないというようなことで空いてくる場所もたくさんあるわけですよね。でそういったところで、じゃあ作ったらどうなのとか、農家にとってはもう一つチャンスがあって、例えば標高の低いところから高いものところまで作ればですね、労力が分散できるというような逆のメリットもあるわけです。ですから、一概に温暖化によってネガティブなところで将来展望をなくすというより、むしろ、これをなんとか逆転にとって生き残っていこうというような発想もあってしかるべきだろうな。でそういうお話も農家の方によくしておりまして、冗談で、おい、スキー場さ、土地安いから買っとけというような、少し、ほら話もしてるんですが、でも若い人ってやっぱり敏感で、そういうのもちゃんと乗ってきてくれますよね。ですからこれはあの農家レベルだけじゃなしに、行政がきちんと取り上げていって、で農業の振興につなげていくような大きな波を作っていかなくちゃなと思ってます。現在我々は政権支援センターのイノベーション創出推進研究推進事業というふうなもので、国産花粉の安定生産というふうなものに関わる研究も行っております。先ほど田村先生からもお話がありましたように、品種によって寒い条件下でも発芽する花粉というふうなものがたくさんあります。ただそれは現在遺伝子源として埋もれているというふうな状態ですので、なんとかこれを多くの生産者の方に使っていただきたいというふうなことで、これを普及するというふうなことも行っております。またこの花粉を取るというふうなのが春先すごく大変な作業になりますので、機械化によりより効率的に花を取る、花粉を生成するというふうな技術確立、合わせて現在の輸入花粉からの依存というふうなもの、生産者の多くはこれ依存しておりますので、これをなんとか国産花粉で補っていこうというふうなことを考えております。と言いますのが、輸入花粉、どうしても海外からの重要病害の侵入というふうなリスクを伴うというふうなところと、合わせて輸入の状況、
年によって多い量、少ない量というふうな年次間の格差がありますので、供給体制が不安定になる、価格も不安定になるというふうなことがありますので、今後は国産の花粉でなんとか生産者の方が受粉を行っていくというふうな世の中が変わるような研究を進めていきたいなというふうなことで進めております。まずですね、先ほど申し上げました自発休眠のメカニズム、これ自体が分かってないというところから研究をスタートしています。でこれはいろんな対処法を考える上でメカニズムが分かんなくてどういうふうにやるのという経験則で、技術を開発することになりますので、非常にこれが一番大きな問題です。ようやく研究が進んで遺伝子レベルでなんとか光が見えてきたところということですが、その研究に約25年ぐらい費やしているということですね。それが1点です。それからもう一つですね、メカニズムは分かっても適用できる品種というのを作る必要がございますので、先ほどあったようになかなか実を結んでくれないと。種をまいて、5年ぐらいになって初めてその成果が評価できると。でそれをもとにまた次の育種をするわけですので、非常に時間がかかるということですね。当然対応してくれる学生さんたちは自分たちが卒業した後になって初めて成果が見えてくるというようなことになりますので、これなんて言うんでしょう、やっぱり大きな一つのプロジェクトとしてずっと続けていく根気、これが必要だということになりますので、そこらあたりのメンタリティ、モチベーションの維持というのが実は結構大変だということもございます。温度が今後100年でどれぐらい上がるかというふうなの、二酸化炭素の排出量で変わってきますので、一概には言えませんが、このままだと、既存の日本梨品種では、日本の産地なかなか特に九州や西南大地ですね、ここら辺では栽培がしにくくなるというふうなことは予想が立っております。そこで、そういうふうな地域を中心に、現在我々が育種を展開している品種、これを導入して、なんとか生産量を維持していきたいなというふうに考えております。やはり日本人にとって、秋の果物の中で非常に重要な、文化でもあるわけですよね。でそういったものをどう、伝えていくのかというところで、非常に重要なところというのが、先ほどキーワードとして取り上げた適地とそれから育種ということになります。でそれをかなり筋道が立ってきましたので、今の研究の進展をもってすればなんとか将来も続けていけるんじゃないかなというふうに私は考えています。